はい、今回は 64DD ソフト巨人の土神1をなんとね、まあ1日目をですね完全収録ということで、長いのでまあ途中でねやめちゃってもいいし、早送りしちゃってもいいんじゃないかなと思います。巨人の土神1ですが、この裏側のパッケージはね、なんと全く関係ないんですよね。何のためにこうなってるのか、まあ個性なんでしょうか。個性といえばアクアノードの休日、太陽の尻尾シリーズのね作者さんです。そして三部作と言われていますが、最後の作品がこの巨人の土神になります。なんとなく見ていましたが、ここ巨人の土神と書いてあるんですね。繰り返しても巨人の土神です。つい最近知りました20年経ってね、ようやく気がつくというね、どこ見ていたんだろうといった感じですが、声がちょっとね枯れ気味なんですよね。開けてみるとですね、まあ CD のようで CD ケースでもないんですが、ラベルシールと、ラベルシールってねもう貼ってあるんですが、このね横の部分、ご自由にどうぞということで、貼りたい人は貼るということになってます。そして取説ですね、まあまだこの時代の取説は結構分厚くてカラフルです。こんなね公式ブックがあったんですね。確かね黄色い方は買ったような気がするんですが、どこ行っちゃったかなそして64の時によく入っていたコントローラーの説明です。最後、これはですねサントラです。サントラ、こういうサントラってねめちゃくちゃレアになるんですよね。なんてやってるうちに2002年のね春に巨人の土神がゲームキューブに移植されましたまあ当然ね 64DD 版のね土神ファンとしては GC 版も買ってしまうんですが、どうでしょうね、 64DD の土神は熱狂的なファンが多かったんですが、実際ゲームキューブになるとそこまでね、なんでしょう、熱狂的なムーブメントは起きることなく、あくまでもゲームキューブタイトルの一つに過ぎず、スーッと時が過ぎていっちゃったような気がしますね。まあ 64DD だからこそこう盛り上がっていたというか、少ないタイトルのうち遊べたソフトの一つでした。ではですね、いよいよプレイしていきたいと思います。ロード画面もノーカットで収録していますので、飛ばし飛ばしてもいいんじゃないかな。わしは歴史の傍観者、肉体は遠の昔に失った。今では生きているのか死んでいるのかすらわからない。わしにできることはこの島の出来事を見つめ続けることだけじゃ。この熱帯の島に暮らす人々たちはいつの頃からかある噂を語り出した。日の出とともに大きな人が現れるという噂じゃ。大きな人は水平線の彼方から現れるという。わしは待ち続けて大きな人が現れるという夜明けを。太陽が目覚めるいつもと変わらない朝、果たして大きな人は現れるだろうか。現れた、大きな人じゃ、巨人じゃ。ゆっくりゆっくりとこちらに向かってきている。
その振る舞いは穏やかで優しい、優しい黄色い巨人じゃ。さて、語る時が来たようじゃ。巨人は歩き、島の人間と最初の出会いをした。黄色い巨人を見た人間は、巨人の登場に驚くよりも、その大きさが小さかったのでびっくりした。思ったより小さかったのね。ところがじゃ、その巨人が大きく大きくなっていくので、またびっくりしたんじゃ。人間が喜んだり怒ったりする気持ちを吸い込んで、大きく大きくなっていったのじゃ。では動かしますね。あのね、人間が木を欲しがっていますので、このように渡してあげます。お礼にハートをもらいます。このハートがね、一周すると巨人が一回り大きくなります。愛が一回りすれば愛で満たされ大きくなる。じゃが愛で一回り貫かなくてはならない。土の土地はエネルギーがない。人間は木を欲しがっているようじゃ。木は持って運べるんじゃ。木を持ち上げて、よし、木を取るぞ。あれ、地面引っ張っちゃったよいしょ、あれ、よし、あれ、落としちゃった。あれ久しぶりにちょっと掴み方が。このようにね、地面を改造したこともできちゃいます。さっきのね、人間、畑を作ってますね。いつの間にか家も建ってます。土地はエネルギーがない。人間は木を欲しがっているようじゃ。木は持って運べるんじゃ。木を持ち上げてエネルギーを運ぶことができるんじゃ。向こう側にいる人間にね、木を運んでってあげよう。またハートがもらえそう。ひょいっと。お、4つか。たまるか？あ、たまったね。これでね、一回り大きくなりました。ちょっと大きくなったね。もっともっとね、これを繰り返してでかくしていきます。家が建ったの。家の数だけ人間が誕生じゃ。またハートが来た。なんかね、木を欲しがってる人が下の方にいましたんで、まあ草か木を持っていきたいんですが、ちょっとずれてますね。土地を持ち上げちゃってます。この辺かな。あ、取れました。木丸ごと取ってしまいましたね。まあその辺は問題ないので、ポイッと。よし、ハート、さらにでかくなりたい。こんなね、海沿いなのか川沿いなのかわかんないけど、建物を作ってますね、人間。さっきね、こう引っ張って土地を盛り上げましたけど、へこますこともできるんですよね。ここはもう持ち上がらないかな。あ、ちょっと持ち上がったね。うん、うんとで、ジャンプするとこの土地がへこむんですね。まあそう言って、そう言ってじゃないそうやって土地をね、改造していきます。ボーン。あ、やばあ、ハートくれた。なぜか喜んでいる喜んでますね。あ、ここでまた木が欲しいと要求してきました。とりあえず草を。ずれてる。よいしょ。見えないな角度がわかんない。よし、取れました。ここに欲しいということで、ポイッと。
あと3つか。愛はもうすぐ体中に溢れるのかな。さあどうしようかな。あっちの方でまた木を欲しがってる人がね、バイバイと言ってるのが手前の人間。ではちょっと木か草を持っていきましょう。取れたな。取れた。畑をね、踏んじゃうとやばいんですよね。人間も踏んづけるとドクロになってしまいますんで、なるべくハートで。あ、たまりました。でかくなりましたね。さらにハートがやってきました。じゃーん。あ、人間が飛び跳ねちゃった。楽しみじゃ。なんかモニュメント計画中ということで、まあモニュメントをね、どんどんいろんな種類のものを作っていきます。ジャンプしすぎて土地に穴が開いてしまいましたね。さあどうしようかな。こっちの向きかな。はい、ボタン押しました。ヘイト巨人。怒りの形相を浮かべておる。破壊の限りを尽くしてしまうやつですよね。破壊のみじゃ。この持てない。すごい迫力。このね、赤い巨人になっちゃうと物が持てなくなってしまって、このように破壊の限りを尽くしてしまいます。湖ができてしまった。戻ろう。は優しくな。お、ハートが飛んできた。穏やかな慈愛の表情。人間が歓迎しているようですね。優しい巨人は破壊をしないのじゃ。大きな建物を作っている。まだかの。木を欲しがってますね。取ってこよう。これ取っちゃっていいかな。木を取っちゃうとその土地が一瞬枯れちゃうんですよね。茶色になってしまいます。どんどん耕して人間を増やしてほしいですね。ハートが飛んできました。土神の世界はですね、こう1日がですね、だいたい30分です。30分で1ターンが終わりますんで、まあある意味ね、ちょうどいい長さかなと思います。まあこの30分の中でやれることを最大限にやっていくというゲームになるんでしょうかね。まあ人間のこう願いを叶えていくと、叶えていった先にはまあいろんなご褒美があると。あ、ここにも人間がいて木を要求してます。草取れるかな。よし、木を取れました。ほーいっとしたいと思います。おお。お、もう少しで余りそう。愛はもうすぐ体中に溢れるんだ。お、来た来た。あと1個だ。あと1個。誰か。あ、飛んじゃった。いたいた。おお、なんか作ってたのに消えちゃった。何かを作ってます。特に人間の要求は出ていませんが、この辺のね、草を持っていってあげよう。よいしょと。まあ、こいつで、とりあえず喜んでくれるんじゃないかなと。今ね、要求はされてないんですが、ポイと。どうだ。来ないか、ハート。来ない。あ、来た。今頃来た。お、満タンだ。さらに、デカ巨人になります。でかい。対岸にいたね、人間にも、草を持ってってあげようとしたら、アイコンが違う。土地を上に上げてねっていうマークだ。土地を上に上げてというアイコンになってますので、この辺を引っ張ればいいのかな。はい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 。お、ハート来た。喜んでいるようですね。このようにね、土地のね、
改造ができてしまう。地面に手を自分の好きな土地の形が作れてしまいます。お、モニュメントはまだ完成しないで、建設中ですね。建設中。惜しい。アートが来ました。あ、木を欲しがってるな。どっかに木がねえかな。これ取っちゃって大丈夫か。向きが、あ、やば。あ、なんか出た。やばい。なんか潰しちゃった。人間潰しちゃったかも。よいしょよいしょ。木が欲しいんだな。いやー、ちょっとなんか今、人間一人潰しちゃったかも。うわー、ここハートがいっぱい来た。めちゃくちゃ来た。愛と憎しみがぶつかった。あと4つか。どちらかを選ばねばならない。4つ。とりあえず土地あげちゃう。お、ハート来た。地面に手を突っ込んで引っ張るのじゃ。あと1個か。山ができる。誰か。ハートハート。湖なくなっちゃう。引っ張り続ければ海だって山になるんじゃ。ちょっとね、人間の要求がなくなっちゃったんで山を作ってみました。まあ山のてっぺんに登ってジャンプ。へこますときはこういった感じでへこまします。いやー、しかしね、人間の要求がないの。うわ、沈んじゃう。ぶんね。沈んじゃうとこだった。あ、ここで木を要求してる人がいっぱいいる。ここの木をあげちゃう。これはいっぱいもらえそうだな。そいや、あと来い。お、来た。さあ、でかくなるぞ。引っ張り続ければ海だって山になるんじゃ。だいぶでかくなったな。かなり大きくなったね。ちょっと歩きづらいんで陸続きにしましょう。あ、あんなとこで人間が木を要求しているぞ。よし、陸続きになった。木はここにいっぱいあるじゃないか。おお。あれ、人が減っちゃった。よし。行こうか。あ、あっちの方にもいる。ハート来た。どんどん来た。そこで走ってんのは誰だ。あそこで木を要求してるね。どっかに落ちてないかなと。あ、水の中に生えてるやつを持ってこう。よいしょ。どこだっけ。あ、やべえ、ジャンプしちゃった。あ、いたいたいた。ちょっとね、スティックの、なんていうのかな。よし。右スティックがまだないので、視点変更がですね、C ボタンなんで、ちょっと、直感的に、視点変更がですね、できないんですよね。いや、まあ、慣れちゃえばできると思うんですけど、ついなんか真逆になっちゃうんですね。あ、ここにも人間が。そして、お昼ですね。ちょうど15分ほど経過したんでしょうか。お昼になりました。この草を持ってっちゃおう。どこだ？あ、いた。ほいと。さあ、ハートを送れ。来た来た。ガシャーン。あと何個だ ?2、4、6個。6ハート。誰かいないかな。ちょっと違う方行ってみようか。あれ？誰かあんなとこにいる。右端。あ、やばい。ちょっとね、ゲームキューブ、限界値に入りました。一回セーブします。セーブしたところからちゃんとね、再開できますんで。ちょっとね、今コードがですね、暴走してます。モニターとゲームキューブをつないでるコードが暴走気味。一度、切り替えます。ちゃんとね、途中でセーブができちゃいます。昼寝してます。気持ちよさそうに寝ているわね。で、ロードするとですね、再びこのように起き上がって続きが、昼だ。
太陽は続きようか。プレイでいきます。今ちょうどねお昼ですね。ですのであと15分ほどです。さあどうしようかな。他の人間の願いを叶えたいんでいろいろと散策していこうと。お、なんかだいぶ賑やかなってるよ。おそらく確か前ですね。ちょっと、あ、モニュメント完成。お、大地に起立せんとする垂直への意志の表れじゃな。お祭りですね。あ、あそこをね、の土地はエネルギーがない、木を植えてくれと言ってますんで、いん近いな。ポイと木は持って運べるんじゃ。どうだ、ハート。お、来た来た来た。もう少しか。木をあんまりでかくなるとね、こけちゃうんですよ。エネルギーを運ぶことができる。揃っちゃうよ。さらにジャイアント。大きくなると足が遅くなんですよね。そしてこけちゃう。おほほほ、飛び跳ねてる。よいしょよいしょ。うんうん、これが新しいモニュメントじゃん。よくやったの。さあどうしようかな。ちょっと視点変化。違うボタン押しちゃった。誰がドクロ投げてきた。ヘイト巨人。ドクロ先行してしまいましたね。じゃあ、ドクロの方がですね、パワーが大きいんですね。とりあえず、ラブ巨人になります。どうしようかな。他に人間いないのかな。破壊をしないのじゃ。まだお昼ぐらいだからね。木を持ってってあげるか。おい、特に喜ばれない。人がいないぞ。大体いたいた。木を持ち上げてエネルギーを運ぶ。ここも畑か。気をつけないとね、大きくなると踏みつけちゃうんですよね。あ、あんな方になんかいるぞ。あ、ここはさっきのところかな。ちょっとね、位置が分かんなくなる。あ、いるいる。土地の土地はエネルギーがない。木を欲しがってるぞ。木が取れない。人間は木を欲しがっているようじゃ。取れました、草。木は持って運べるんじゃ。届くか。おお、すごいハート。これやばい。めちゃくちゃハートきた。楽しみ。そして、モニュメント計画中。今度はどんなモニュメントができるんでしょうか。おっと。足元に注意じゃ。あんまりね、巨人になりすぎるとこけちゃうんですよね。ひっくり返っちゃうんです。その時こう、なんて言うんでしょう、集落をぶっ壊しちゃうこともありますんで、こけないように歩かないといけないという。だんだんね、でかくなって叩ける量が増えたりとかね、へこませる量が増えるんですが、その分こけやすくなってます。あ、持ってったよ。どこだったっけ。迷子になっちゃったな。欲しかった人誰？いないな。おっと、沈んでしまう。いないな。この辺でいいか。とりあえず。お、ハート1個送ってきてくれた人がいるぞ。誰かいたのか。楽しみじゃ。小さな人間も大きなことをするものじゃ。まあこの手のゲームが好きでないとね、多分退屈だと思います。戦いもないし。下手するとね、夜やってるとそのまま居眠りコースになってしまう可能性もあります。リアルタイムにね、こう時間が進んでいますんで、いつの間にか夕焼けになってゲームが終わってるということも起きえてしまいますね。土地を上げて広くしようかな。これ硬いな。
あ、なんか今映った。水の中になんか落ちてる。これ拾いたい。大きな建物を作っている。あ、まだかの。再び、モニュメント建設中ですね。拾いたい。窒息したりしないのかな。出てきました。何入ってんのかなと。えい。あれ、割れない。どうやって割んだっけな。えい。軽いな、埋まっちゃった。あれ、踏んづけんだっけ。スペシャルボックスじゃ。スペシャルボックス。中身はお楽しみじゃ。お楽しみか。ボックスが出てくる理由はわしにもわからん。ボックスが出てくる理由はわしにもわからん。どうやって開けんだっけな。20年ぶりだからな。忘れちゃったな。これはただ投げただけか。ジャンプ。へこんだだけ。あ、踏めばいいんだ。踏むんだ。今回はハートが出てきた。あとは2個か。戻しとかなきゃ。戻せねえな。あと2個。2個。火でも植えてあげて喜ばせる。あ、やばい。危ない危ない。あ、沈んでしまった。怒ってる。しまった。ハートが削られちゃう。しまった。集落をね、今、道の中に沈めてしまった。ちょっとね、今、山の方に登ってますね。じゃん。わ、へこんでしまった。木が水の中に入ってしまった。ここに誰かいるぞ。一人で何やってんだ。ハートくれた。一人で なんかやってますね。沈んじゃったな。とりあえず、地表に持ってっか。おお、緑の大地になっていきますね。お、誰か喜んで、ハートが1個。あと3個だ。そろそろ夕方になりそうだな、時間的に。さあ、どうしよう。あ、ハート飛んできたぞ。要求はされていませんでしたが、木を渡してあげたら喜んで、ハートを送ってくれました。強引に喜んでもらおう。おせっかいです。それ。おう、喜んでる。あ、でかくなるぞ、巨人。まだかの。うわぁ、おっきいな。ドクロが。怒ってる。お、寝ちゃった。寝ちまったぞ、起きろ。起きろ。ドン。あれ、誰か沈んだ。怒ってる。戻してあげよう。あ、そろそろね、夕方ですね。空の色が変わってきた。人間もずずずずっと寝てます。巨人は疲れてしまったように。あれ、ひっくり返っちゃった。いや、ここで寝る必要はないんだ。あれ、タイトルに戻ってしまった。もう一回始める。セーブ状態に入ると巨人はですね、寝ちゃってるんですね。で、コントローラーを動かすと勝手に起き上がってきます。ただもう現状ね、人間は寝ちゃってますんで、人間の要求は出てきません。まあ、せいぜい土地の上げ下げかな、やれることは。この湖もね、直してあげよう。時期に別れの時がやってくる。朝、太陽が昇り、巨人は海からやってきた。夕方、太陽が沈む。巨人の足取りは重くなるのじゃ。土地を持ち上げてあげて、広くしてあげよう。だんだんね、こう巨人の動きが鈍くなってくるはずなんですが、まだ動けますね。お、でかい山ができた。この辺もやってあげようかな。よいしょ。よいしょ。
よっしゃ、おー、広がってきた。あともう一息。でかい。こっちをでかくしよう。ジャンプ。あ、ちょっとね、重くなってきた。動きがとろいですね。もういよいよ動けなくなってしまい、この初代ドシン終わってしまいます。帰ってしまいます。島から太陽が去っていき、巨人の体は冷えていく。島の一日はこれでおしまい。明日も巨人はやってくるのじゃろうか。今回のね、まあ、初代ドシンの、まあ、成績というか、やってきた行動がね、このように出てきます。初代っていうのはですね、なんていうのかな、一日ごとに毎回違う巨人が出てくるんですよね。なので次回、明日かな、登場するドシンも、またちっちゃい状態から出てきます。やり直しです、大きさは。なのでまたハート集めながら、さまざまな作業をしていくことになります。変わらないのはね、今回作ったこの土地の形とか、集落はそのまま保存されます。土神だけリセットかかってね、ちっちゃくなって、再び朝戻ってくるはずです。踏ん張り成功とかありますね。転んだ回数とかもある。昼寝した時間50秒も寝てたか。いや、全部ね、こういうパラメーターがね、残ってるんですね。現在の人口とかね、建物の数、モニュメントの数など出てきました。44人になってます。で、陸地の面積とかも出てますね。結構あれですね、8メートル埋め立てて、8メートルだね、8ヘクタール埋め立てて8ヘクタール水没させちゃったと。プラマーゼロです。まあちょっとね、あんまり考えずに初日はやってみましたけど。今日はここまで。また遊んでね。なんかいい声ですね。羨ましい。あ、タイトルに戻ってきてしまいましたね。まあここでいろんな図鑑見たりとか、思い出アルバムを見ながら、まあ今日一日を振り返ってもいいですし、今回モニュメント一つ、平積み型っていうのかな、ドルメン、こんなものができました。材料が大量に余ったから作られたのかな。ところで、僕この形ってなんだか下品じゃないって。あ、僕のか。
下品ってなんだ、うん、マルコか。まだまだいっぱいあるんですね。なるほど。で、またゲームを始めるにすると2日目がスタートします。初代土神ですね。身長99などなどパラメータをチェックすることができます。まあ記念すべき初代土神ですね。ではまた。